主任、大丈夫ですか？千里？私が悪いんです。私が羽根付きレモンなんて持ってくるから。ベンベン食べや。うん、悪いのは私。どうしても天井に吊り下げたくて。何してんの？それより足は大丈夫？歩けるの？主任の足が。旦那に迎えに来てもらいなよ。でも小春が責任感じて家まで送るとか言い出しかねないよ。じゃあ失礼します。水沢の夫です。はじめまして、同僚の白石です。妻がお世話になっております。これよかったら皆さんでどうぞ。いいえ、そんな、ありがとうございます。じゃあ行こっか。それでは失礼します。彼、若い頃の僕にそっくり。そうっすか。2、3日で治るって、よかったね。うん、もう少しで家に着くよ。うん、大丈夫？うん。ソラ、お酒飲みたい。今日はやめておいた方が。今夜は酔いたいな。シンデレラでございます。召し上がれ。どうかした？ううん、いただきます。しふく、すっごくフルーティーで甘いパインジュースだ。ソラ好き。どうしたの、ちいちゃん？だって会社で抱っこされて、帰りにおんぶされて、なんかキューンってきちゃったんだもん。ちいちゃん、もしかして酔ってる？酔ってる。ごめん、あのカクテルってノンアルコールなんだよね。え？今夜のドリンク、シンデレラ。ノンアルコールなので、誰でも飲めます。はい、ノンアルでした。でした。大丈夫、雰囲気酔いってあるから。